大柳金成は、日本の元プロレスラー。青森市立浅宗市中学校、青森県立青森高等学校、駒沢大学卒業。大学卒業後に、東流門の6期生として、メキシコへ渡り、T2P に編入され2000年9月2日、アレナナウカルパンにおける対、岩佐拓天戦でデビュー。当初は、廃山兵ギミックの大柳に等兵として、活動していたが、 諸事情により受験生ギミックに修正され、リングネームも本名に改める。ギャグ要因として、逆上陸工業では、タルト構想を繰り広げていたが怪我により欠場。T2P 解散後はプロレスから遠ざかる。実家の青森に戻り、土地家屋長差しの資格を取得する。その後は、レスラー復帰を目指し東流門でトレーニングを、重ねていたが2005年。 プロレスリングエルドーラドに受験生ギミックから時を経て就職浪人をしているというギミックで復帰。復帰後は黒のショートタイツという正統派スタイルで活動するが2008年にはビリー・ブランクスのパロディであるビリー・大柳に変身。その後、再び正統派に戻るもエルドーラドが解散。2009年、道のくプロレスに練習生として入団し、 3月14日に、気仙沼二郎と組み、対、佐藤旬佐藤恵組を相手に再々デビュー戦を行う。翌3月15日、佐藤兄弟が持つ東北タッグ王座に沼次郎と組んで挑戦し、ダッシュに成功、大柳にとって初体感となる。道の区プロレス入団後、これまでのギミックはなく、正統派ストロングスタイルとして君臨。カウンターやトップロープで繰り出す。 万字型名のこだわりなどから、いぶし銀、職人とも呼ばれる。現在も青森市在住。大柳測量設計事務所で、土地家屋調査士の仕事を優先に、道の区プロレスを始めた団体の青森、または、林県での工業や、シークレットベースなど、週末、祝日限定出場という形をとっている。青森在住なのに道、プロでは、青森の試合があるときは、 青森外線工業として行われている。また、2013年結婚を報告した。2016年5月3日、青森大会にて、第一子が誕生したことと家庭の事情による、年内での引退を発表。6月11日、横浜グランドスラムにて、現役唯一の同期、エリカ優ユとスペシャルエキシビジョンマッチを行った。11月3日、 地元青森での大柳測量設計事務所プレゼンツ大柳金なり引退試合ザラストファイトにて荒崎人生とのシングルマッチを最後に30分超えの激闘の末に高の落としで敗北し引退11月2日発売の週刊プロレスでは長男が誕生し体が動くうちにきっぱりやめたいと明かしているありがとうございます